オカピ野生生物保護区は、コンゴ民主共和国北東部のスーダンやウガンダとの国境に近いイトリの森にある野生生物保護区。約1万4000平方キロメートルに及ぶ保護区は、イトリの森の約5分の1に及んでいる。1996年にユネスコの世界遺産に登録された。登録当時の英語名称は、オカピハネルリザーブであったが、後に、 現在のオカピワイルドライフリザーブに変更された。オカピその名称に現れているように、この保護区は20世紀に発見された世界三大珍獣の一つであるオカピの生息域になっている。1996年の時点では3900頭から6350頭が生息していると見積もられていた。また、保護区内のエプル川沿いにはエプル保護調査センターがある。 この期間はアメリカの人類学者パトリック・パットナムがキャンプを設置した1928年にまで遡る。パットナムのキャンプは野生のオカピを捕獲し欧米の動物園に送ることを目的としたものであった。その機能は現在も残っているが手法は随分と異なっている。オカピは捕らえられると施設の中で繁殖が試みられる。動物園に送られるのは そうして生まれてきたこの身であり、そうした方が子にとっても生存の可能性が高まるのである。そう入っても実際に送り出されるこの数自体が種の存続を確証するための必要最小限なものだけであるので非常に希少である。センターは重要な調査や保全事業なども多く手がけている。保護区内には放浪の無ティ人や土着のバンゥー系住民たちが住んでいる。 この野生生物保護区には、オカピ以外にも多くの希少な動物や、絶滅危惧種が生息している。森林像や13種のシミアン、アフリカゴールデンキャットなどもその例である。哺乳類以外に、鳥類も実に300種以上が生息している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。この保護区は、1997年に、 キキイサンリストに加えられた。主たる理由は、焼き綿農業などによる森林破壊、密漁、金の採掘などである。2005年には、コンゴ民主共和国東部の戦闘が、保護区内にも及び、スタッフが撤退した。もともとこの地に住んでいた、ムブティ人やバントゥー系住民は森に敬意を抱いていたが、難民たちにはそうした感情はない。コンゴ民主共和国には、 国内の政治、経済事情から保護政策に財源を当てる余裕がないことも問題となっている。保護区内ではエコツーリズムを発展させようとする動きが持ち上がっている。これはそれによって経済的な収入を確保しつつ地域住民の意識の向上も見込めるからである。この他に密漁対策には軍も乗り出し保護区内での鉱石採掘についても取りやめになるなど 様々な対策が講じられている。ありがとうございます。